小港漁港は千葉県鴨川市、小港の太平洋に面する第三種漁港である。南房総国定公園の区域内に位置し、外房地域漁業の生産拠点漁港に位置づけられている。原井、宿り木裏の2地区が整備されている。沿岸部のタイの裏は、マダイが軍営することで知られ、タイの裏体生息地の名称で、国の特別天然記念物に指定されている。 歌川広重、六十四襲名書図へ安房小港内浦。天津川の峠から望む内浦湾。六百七十年、江戸幕府は川村随県に航路の整備を命じ、南所とされた野島先沖を越えるための領風を待つ、あずまる海運の避難港として整備された。幕府の白米船や諸藩の海米船が南風を避けて入港する小港浦には、板所。 裏役人が置かれ、諸藩の海鮮番小屋や船宿も設けられた。誕生寺所像の誕生寺料三回遺書書によると、1699年3月に、米沢藩上杉氏の選手役人、小泉谷左衛門が小港に来て、名主旧左衛門に藩の海鮮役所建設の申し込みを行ったと記録されている。同由遺書書の1654年10月の項に、 地二22層、旅船49層と記録されており、小湊浦や内浦湾沖で創業していたとされている。1852年には、歌川広重が小湊へ旅行しており、その際の実刑者生をもとに、十四州名所図や安房小湊内浦を描かれたと考えられている。峠から望む内浦湾のほか、大きな屋根を持つ誕生寺も描かれている。 明治維新後の1871年、誕生時の支配を離れ、境内地を除く、他の事情はすべて上地を命じられて政府に返納。木更津県ついで1873年6月、千葉県の成立によって、千葉県小港漁港の管轄下に置かれた。1879年10月に、小港村、内浦村連合村が、安房、平、朝日奈、 長京の4軍連合の軍役所に提出した水産庁には、明治初期の漁業はカツオマグロ、サンマイワシサメ、サバタコイカなどの漁が盛んであった。漁協については、1887年頃から次第に不振となったが、1892年頃から回復し、6から7年間は盛況であったが、その後また不振となる。水揚げ金額は、 1909年から1911年までの3カ年平均で、マグロヒラメサメサンマカツオの順であった。内浦湾、小港漁港に出入りする漁船は、明治末1カ年に、地元船160隻、銚子、白浜、相模、伊豆などからの漁船25隻を数え、漁船が最も多く出入りしたのは、マグロカツオサンマサメの漁期である10月から12月であった。 1926年の安防軍誌によれば、住民の多数は漁業に従事しており、ヒラメやマグロなどを取っていた。千葉県の漁港によれば、昭和初期頃の小港漁港を根拠地としていた漁船は、海船を含めた発動機船46隻、その他の漁船120隻であり、他県からの発動機船の出入りも多いとされている。房総半島の太平洋側をめぐる鉄道として、 整備された房総線は1927年2月に外房の勝浦駅から数沢を吉駅まで伸び1929年4月には安房鴨川駅までの全線が開通した。これまでの道路輸送や船による輸送に加えて安房小港駅からの鉄道輸送によって水産物が首都圏各地の消費地により早く運べるようになった。 1949年12月に漁業法が交付され、漁業の民主化、近代化が進められることとなった。小港漁港では、廃線直後の1946年11月から60トンから70トン級の大型漁船がいつでも自由に出入りでき、台風などの避難港としても利用できるように、漁港の掘り作ならびに、とって延長工事が行われた。1952年より、 タイの裏観光遊覧船の運航が行われる。1932年6月28日に水災講習所の実験実習の施設として宿り木浦地区に開設し、1985年東京水産大学小港実習場が千葉大学に関され、大学の付属となり、千葉大学海洋バイオシステム研究センターとして活用されている。特別天然記念物、 タイのウラタイ生息地マダイの群英イのウラタイ生息地の天然記念物指定地域は200ヘクタールの海域取り口であり、海域内では釣り等の遊漁が禁止されている。水揚げされる代表的な魚介類一覧。釣り、刺し網、再改装などが主な漁業となっている。中世までの小港を含む外房の漁業は自給的性格が強いものであったが、近世に入り、 関西方面から進んだ漁法を持った漁民の進出によって急速に発展した。特に網漁法は画期的で近世の漁業で好まれていた。明治期には三ンマし網など新しい漁法が開発されていた。勝浦沖漁場を中心に金目大漁業が盛んな地域の一つである。1933年から1934年の金目漁の席数は 小港船5隻であった。周辺には海水浴場や温泉をはじめとした観光地となっており、観光ホテルや飲食店、お土産屋も多く立地している。ありがとうございます。